おいしそう、こんにちは、メリです。今回は、ちょっとね、こいつを、こないだ、先日ね、最初は、マシンのは降臨で使ったんですよね。なんですけど、こいつね、意外と、列強化でしなくて、普通にコンボ強化、無難に組む編成で組んだ方が、強いっていうことが分かったんで、使っていきましょう。これでいいかな。副属性でなんとかなると思うんですが、一応最大倍率にしとこうか。一応、はい、最大倍率。これで最大倍率だよね。オッケー。副属性でなんとかなると思う。ウルカの後ろの属性でなんとかなるか。はい、オッケー。で、全色一応揃えた方が、揃えなくても最悪3色でなんとかなるんですけど、揃えた方がいいよっていうことで、こういう感じ。悪魔タイプが、1体いるね。1体いるけど、そんなに、もうあいつもスキル打って、でも無互換通訳としてもあいつは結構必要かもな。いっか、しょうがないね。もうどうしようもない。はい、追加攻撃組みながら無互換通組みたいね。ここは一旦、でもこれ使えるのか。最悪これでバインド回復できるのか。で、ウルカが、バインド回復の覚醒持ってるんで、ワンチャンそこもありかなと。で、伝説の侍いらねえわ。で、修繕使ってもいいし、修繕使って無効貫通ワンパンで組んでいくのもありかなって思いますけど、どうでしょうか、そこんとこ。こいつのスキルがあるからさ、あいつ出てほしいね、エナ。あんまり出てほしくはないんだけど、追加攻撃組みながら無効貫通組んで、みたいな、そういう感じのやつをやんなきゃいけないんで、1個足らないです。こんな感じになるかな。これで頑張っていけるかな。7コンボ OK。 これでなんかいっぱいコンボ加算された。ザコザコザコ、これ強い強い強い OK。 でヒエはね、結構必須キャラかもしんない。サクヤーはとりあえず闇残しのからの追加攻撃を組みたいんで、多分うざいな今のこれ。こんなもんで、闇は最悪ちょっとぐらい降ってきても、コンボ加算がやばい。コンボ加算がめちゃ乗る。指針乱舞でしょ。追加攻撃組んで、で、ここは適当に、無効貫通でも組んどけばいいと思うんで、はい。OK。で、昨夜が終わったら次は、ちょっと把握しておかないとやばいんで、昨夜が終わった次のターンは誰じゃろうな。昨夜の次は、椿もしくは、オッケー、椿は、センス攻撃そんなにだったはず。よし、フェンリルナイトカム来たよ。ここまで来たよ。ということで、スキル結構死んでんな。適当にやって倒せるでしょう。やっぱ無効貫通が組めればめちゃくちゃ強いね。普通にこれ倒せると思うんで、これ倒していきましょう。これで6、7で大丈夫だと思う。ドラゴンタイプでしょ、だって。いや、違ったわ。バランス悪魔マシンだった。全然ドラゴン要素なかったわ。はい、次。琥珀だっけ？ほと玉。いつも琥珀っていうね、こいつのこと。なんでだろう。5個消しでいけるんじゃないかな。どうですか？これもう5個でしょ。5個の盤面だと思うから、全部うまいこと5で、はい、頑張れ日本、よっしゃ、頑張った日本、ナンバーワンだ。で、17階はノーエかノーエで18階からなので、18階ヘルセポネかジャスティスなんで、ジャスティス出たんで遅延か。クソ遅延か。でも5機溜まったな、また。5機グラビティなんでね、これ 35% 減少でしょ。待って、これ5個消しでワンチャンちょうどいい説ない？そんなこともない。ちょっと回復がね、あれしちゃうんで、下の方に置いときますけど。はい、5個消しでワンチャン。全然そんなこともない。ジャスティタイ優先か。いや、マシンキラーがね、ちょっと微妙なとこだね。これどうしよっか。最初、ジャスティスパンチ次。ジャスティスパンチかな。あれしないっけ？お邪魔の変換。お邪魔の変換来てほしいな。闇消しちゃった。ちょっと頭回ってなかったわ。あー、ジャスティパンティか。ジャスティパンティ来るのか、これ。まずいな、そりゃ。同調開始。じゃあ、ジャスティパンティ来たら、次のターンは先制攻撃は一応ないのかな。追加攻撃打って、まあ、半分はいけるけど、半分からどんだけ削れるかって感じだね。なんかいろいろつながっちゃったけど、これでどこまでいけるかって感じ。マシン体力なんだよな。オーケー、ワンパーいけた。よかったー。ちょっと中途半端に残してアルティメットなんたらなんたらー来るかと思った。毒耐性は 100% にした。暗闇以外は 100% です。多分暗闇も 100% ではないと思うんだけど。で、ここは一旦もらおうか。一旦もらいます。一旦もらって、そっからちょっと考えよう。まあ闇は最悪消えてもいいや。ああ、もうそれはいけるんじゃない？こいつドラゴンタイプだから。ああ、ギリ残る。上がれにリワード。HP を回復されーの覚醒無効。これは覚醒無効はまずいやつ。これ、さてはスキル封印、貴様。さてはスキル封印だな。やめろ。スキル封印は、マジでこいつのあれ把握してないけど。毒かな？毒生成かな？お邪魔生成か。次のターン、スミレカエルでしょ？スミレカエちゃんは、回復ドロップが変に溜まっちゃうとまずいか。回復ドロップ降ってくるんなら3個以上で頼むぞ。降ってくるんなら3個以上で頼むよ。本当に。そこら辺よろしく。いや、頼むよ、マジで。ちょっとこうした方がいいかな。倒せはする。回復ドロップ変に降ってくるな。オッケー。そういう感じ。消せる個数で降ってくればいい。よし、オッケー。よかった。こいつ発狂じゃなくて、あれ、スキル封印とか超えたらどうしようかと思った。楓ちゃんね。楓ちゃんは、とりあえずは、まあ、回復消して、なるべく闇ドロップ欲しいな。木ドロップいらないからもう消しちゃうよ、全部。はい、とりあえずこんなもんで。あー、待って、落ち着けってお前。落ち着けよ。バカ野郎。最大倍率出してんじゃねえよ。最大倍率じゃねえわ。一個手前だったわ。ちょっと待って。落ち着け。まあ、でもこれは倒せない、さすがに。これは倒せないから。あ、入った。オッケー。3色はやっぱり余裕だね。倒せるね。オッケー。よし、これでディアラ来てもギリ受けれるのかな？わからん。あー、これはカモ来ました。これカモ来たのはいいんだけど、追加攻撃用の回復がねえっていうね。うわー、せっかくさ、このドロップを、あ、でも、ここのターンで削っちゃえばいいんだ。はい、ここのターンで削っちゃいます。無効貫通はまああれなんで組めないんですけど、ここで次のターンはたとえコンボ吸収が入っても大丈夫っていうことにしとこう。はい、ちょっとこれで、オッケー、エナが来たのはマジで奇跡。これはありがたい。で、これで削ったから、もう次のターンは大丈夫なんですよ。ここでたとえ削れなくても大丈夫なんで、ここは一旦1コンボ勝手に消費で、はい。で、大丈夫。で、全部ロックでしょ、多分。オッケー。で、ここで無効貫通をしっかり組んでいけば大丈夫なはずなんで、無効貫通力はマジで高いからね、このパーティー。よいしょ。はい、あー、回復が3個消しになってる。いつの間にか先制攻撃はモアがあるぐらいか。オッケー、強い。無効貫通力だけはお手の物。何でもいい。オッケー、ボーマね。ボーマはどうしようかな。とりあえずエナガツさんか。これ弾いて根性取ります。とりあえず根性取るんで5個消しで取りましょう。で、回復をしっかりと組んで、そんなに強くないはずなので攻撃自体も、はい。これで強いんですよ、本当に。無効貫通さえ組んでしまえば。で、いつの間にかね、比叡のあれも、痛い。比叡のあれも取れちゃってるんで、ちょっとその辺もね、うまいこと呼んでから行きたいんですけど、とりあえずは、ちょっと待ってよ。降ってきそうだな。まあ一応待ちにはなってないか。オッケー。ああ、いいね、場面。おお、めっちゃいいよ。これ、お邪魔とかしかしてこないんだったら、いや、バカ野郎、お前。バカ野郎人がせっかく貯めたドロップを何してくれてんねん。よし。ね、これで一応マッチにはなってない。いや、1234567で1個足りない。いや、この次のターンでしょ、またどうせ消すんでしょ、人が貯めたドロップを。こいつ意地悪なやつだな。こうはい、一応置いとくけど、こいつ消すぞ多分こいつ消しに来るはず。ああ、消さなかった。次のターンはウルドとかは先制攻撃が絶妙にあったはず。倒せるかな。一応悪魔キラー攻撃悪魔。振ってる。悪魔キラー振ってない。いや、いけるんじゃないかなって思うんですけど、どうですかね。これ一応ね、どうしよう。これ打ってこうかな。これ打って、回復4あれば耐えれると思うんで、次のターンは。これ打っとこうかな。あ、でもな、次のターン無効貫通。迷うね。まあこれ打っとこっか。これ打って、で、回復をつなげます。で、無効貫通組んで、まあ水かなんかで蓋しといて、まあこんなもんで。はい、6で、コンボカさん入る。いけるでしょ、ワンパン、余裕で。はい、余裕強っ、めっちゃ余裕だったね。で、無効貫通組みながら本当は行きたいんですけど、神と攻撃だって。いや、いけるかな。それでいいんじゃないかなって思います。はい、それでやっていきましょう。エイルを打って回復ドロップをまず呼ぶ。で、回復並びに闇ドロップを中央へ寄せます。こんなもんで。はい。で、からの、あ、邪眼を打つとまずいのか。これを、比叡を打って、これだけで足りるな。比叡打つだけでいっか。下も闇にしちゃってもいいか。下も闇にしましょう。これ打って。で、号機打ちます。はい、じゃあこれで倒していきましょう。多分いけると思うんですけど、追加攻撃を組んで、無効貫通で。まあなんとなくでいきます。場面は悪くないと思う。はい、こんな感じかな。いや、最高の盤面だったと思う。オッケー、落ち込みもないです。おー、いいね。これ絶対ワンパンした。無効貫通力めっちゃ高いから。はい、闇半減をもろともしない。強いね。じゃあ、最後はこれ打って、しっかり無効貫通組んでいきましょう。いや、強いんだよな、こいつ。もしかして、こいつがナンバーワンか？さては貴様ナンバーワンだな、リーダースキル。わあ、落ち込んがすごい。比叡が強いな。オッケー。ああ、アシストを見せとかないといけないですね。はい、こんな感じです。こいつが阿弥陀丸でしょ。で、エイルが、ジョイラ。ね、武器、カード。ウルカが、ハートキラーつけてますね、今回。で、これが阿弥陀丸の。で、豪気に、ぬらりひょん。フレンドさんは何だったかな？ミラボレアスの武器だったね。うん、オッケー。はい、ということでご視聴ありがとうございました。めっちゃね、フェノン強いんで、ぜひね、まあ、交換しろとは言えないですけど、対策持ってるのが強いね。ということで、ぜひ当てた方はね、使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。